堀江健一は、日本の海洋冒険家。大阪府大阪市生まれ。兵庫県芦屋市在住。1962年、世界初の小型ヨット単独、無気候太平洋横断に成功。1974年、日本初の小型ヨット単独無気候世界一周に、成功。アマチュア無線家でもある。コールサインは、j r サンジイエ a 1938年、大阪市港区で生まれた。太平洋戦争の末期には、大阪府下の美濃村で一家で暮らした。1945年の3月から8月にかけて、大阪市への空襲の際は、遠く離れた堀江のいた美濃市にも、爆発音や衝撃波が届くような状況であった。このため太平洋横断中、ミッドウェイ島の近くに来たときに、 島に向かって死去した兵士に黙祷した。家業は自動車部品工場。1954年、関西大学第一高等学校に入学、ヨット部に入部した。1962年5月12日、23歳の時に小型ヨット、マーメイド合成で、単独無気構太平洋横断を目指して、兵庫県西宮を出港、同年8月12日。 アメリカのサンフランシスコに入港し、成功した。航海日数は94日。なお、小型ヨットによる単独無機候太平洋横断は世界初であった。水20リットル、米40キログラム、缶詰200個を積んで出港した。水は20リットルでは足りず、航海中に甲板に降った雨水を蓄えるなどした。当時はヨットによる出国が認められなかったため、 密出国という形になった。8月10日に家族から捜索願いが出されたことを受け、大阪海上法案幹部は自殺行為とみて全国の海上法案本部へ消息不明船手配を打電し、不法出国問題より救助を先決にしていた。堀江がサンフランシスコに到着したとの連絡を受けた大阪海上法案幹部救難係はアメリカからは すぐ不法出入国者として強制送還され、日本に着くとすぐ捕まえられることになると話し、また、同幹部系、救い課長は、こんな真似をされては困る。ヨット同行者などが、このような、冒険を賞賛するようなことがあればとんでもない、間違いで、海の恐ろしさを知らぬ、人命軽視だと非難した。なお、大阪入管事務所は、小型ヨットは、 一般旅客とみなされるので当然ビーザが必要になる。たとえ申請があっても許可しないのは常識と話した。しかし、サンフランシスコ市長、ジョージ・クリストファーが、コロンブスもパスポートは省略したと、尊敬の念を持って名誉市民として受け入れ、1ヶ月間の米国滞在を認めるというニュースが日本国内に報じられたところ、日本国内のマスコミ及び、 国民の論調も手のひらを返すように、堀江の異業を称えるものに変化した。その後、帰国した堀江は、密出国について、当局の事情聴取を受けたが、結果、基礎猶予となった。マーメイド号は、横山明設計によるキングフィッシャー型19フィートのスループで、姫路市の奥村ボートにて建造された。鮮明は、資金不足に悩んでいた際、 四季島宝石からの同社商標のマーメイドマークを入れてくれれば、ほ一式寄付するとの申し出を受け入れたことに、ちなんでいる。同定は、現在、サンフランシスコの米国立海洋博物館で保存、公開されている。1963年2月20日、第11回、菊池博士賞の受賞が決定された。受賞理由は、単身ヨットを買って、 世界最初の太平洋を横断した海峡に対してで、ある。1972年11月12日、ヨット、マーメイド2、全長7.25メートル、幅2.50メートルで、東回り単独無気候世界一周を目指して、大阪の丹野和湖を出港した。しかし、公開3日目の11月14日、後部マストに起立が、発生、11月17日、 すべてのマストが接損したため航行不能となった。11月19日、海上保安庁に救助を、要請、11月20日、巡視船によって栄光され、三重県の戸麦港に入港した。なお、11月14日にマストの亀裂が判明した際、堀江がその旨を無線で発信しており、それを受信した人が、海上保安庁に通報したことから、同庁が巡視船数席や、 捜索機 y s 1 1で捜索を開始する事態となった。この時点で、堀江は海上保安庁が捜索を展開しているのを知らなかった。その後、いたずらと思われる無線などもあったため、情報が錯綜した。これらの騒動があったこともあり、逆 V 字型の変形マストにもかかわらず概要での訓練が不足していたとの批判的な報道がいち早くなされた。 また、11月20日に、蕎麦港に入港後に行われた記者会見では、まず、堀江の海上保安庁など大変な捜索も教えていただき、迷惑をかけて申し訳ない。国民の皆さんにも心配かけて反省しているという謝罪から始まった。その後、なぜ救助を求めなかったのか、マストに欠陥があったと思うか船の耐久テスト、試験公開は、 かなりやったのか。など次々と質問帳の質問があった。最後に、もう一度世界一周をやるか。と聞かれ、堀江は、このように皆さんに迷惑をおかけしたので、皆さんがやめろと言われれば、やめないわけにはいかない。ただ、僕の本心としては、皆さんに理解してもらえれば、もう一回やりたいと答えた。堀江は、その時の様子を後に、袋叩きにあった。 ご天板にやっつけられたと実書に書いている。海上保安庁内部では、人命救助が大前提だが、個人の名誉欲やレジャーで振り回されるのは、ごめんという声も出た。1973年8月1日、ヨット、マーメイド3号で、西回り単独無気構世界一周を目指して、淡路島の行く歩行を出航。翌百七十四年五月四日、大阪の田岡港に入港し、 成功した。これは、イギリス人のロビン・ノックス・ジョンストンに次いで、世界で二人目であった。この後悔について、石原慎太郎から、成功する、可能性があり得ないものとして非難され、堀江を擁護する、本田勝一らとの論争を及んだ。1978年、氷上を搬送する、氷上ヨット、マーメイド5号がついている。で、北極点到達を目指し、 2月14日にカナダのレゾリュートに現地入りし、搬送試験を行った。しかし、船体の強度不足が判明したこと、また悪天候のため、同年4月11日、計画を断念した。2004年10月1日、ヨット、サントリマーメイド合成セールはペットボトルのリサイクル財政で、東回り単独無気候世界一周を目指して、 兵庫県西宮市の新西宮ヨットハーバーを出港、翌2005年6月7日に同行に帰還した。東西両方向周りで単独無機構世界一周を達成したのは日本人で初めて世界でもオーストラリア人に次いで二人目であった。2006年7月、69歳になる2008年春に波の力だけを動力とする波浪推進船。 サントリーマーメイド十五全長9.5メートル、幅3.5メートル、船体重量3.0トン、船格はアルミ合金製、速力は約3ノット2007年5月30日完成で約6000キロメートルあるハワイキー水道館の世界初の航海に挑戦すると発表した。同船は東海大学海洋学部の協力で製作された。なお、これは、 ハロー推進船の初の実用公開とされている。2008年3月16日、ハワイのホノルル沖を出発、天候や海流などの影響により当初の予定より1ヶ月以上遅れて、同年7月4日午後11時50分、和歌山県、日野岬沖の洋上に設定したポイントにゴールした。2009年、学校法人、大前学園が設置する、サポート校の専修学校、 西宮公英高等学院の校長に就任した。同年6月6日、長年にわたり会を舞台に挑戦し続けていることが評価され、兵庫県豊岡市から上村直樹冒険賞特別賞が贈られた。2011年7月15日、海洋立国推進功労者として、日本政府から内閣総理大臣賞が贈られた。足こぎ、ート。 マーメイド号サントリーミュージアムにて、モルト、エス・マーメイド2号大倉海岸にて、ホリエは、太平洋横断中に、と哀悼したことを述べている。また、と、太平洋で、ヨットに時々自衛隊航空機が、撮影や安全確認しに来ていたなど、2016年には、彼らの仕事への感謝を述べた。ありがとうございます。